ンの人に感謝を伝えたい。もう推しのあれやこれやが、推し活はきっちりやることをやってから。さあ始めましょう。お任せを。状態じゃ、ウマ娘ちゃんだ。あれがこうで、喜んで。古代の哲学者は喜んで。こんな状態じゃウマ娘ちゃんたちに申し訳ない。萌えパワーフルマックス。やりましょう。
クライブ用のうちわと、注目の一番人気4番アグ。ごちそうさまでした。あれがこうで、これ…いきます。萌えパワーフルマックス、みなぎっ押しを押すにも体力がないと。状態じゃ、ウマ娘ちゃん。古代の哲学者が言った。あれがこうで、張り切っていこう。あれがこ、張り切っていこう。
推しを推すにも体力がないと。あれがこうで、これ。お任せを。注目の一番人気15番アグネス。ごちそうさまでした。あれがこうで。
ここは負けられない一番人気9番。悪くないアングルです。注目の一番人気3番アグネスで、ありがたき幸せ。
な状態じゃ馬娘ちゃんたち陽気ですね。はわー、一緒に頑張ろう。推しを押すにも体力がないと。陽気ですね。古代の哲学者は状態。古代の哲学者は言った。ここは負けられない一番人気17番アグネス。ありがたき幸せ。
押しを押すにも体力がないと。注目の一番人気15番アグネスデジタ。ありがたき幸せ。こんな状態じゃウマ娘ちゃんたちに申し訳ない。こんな状態じゃウマ娘ちゃんたち。押しを押すにも体力がないと。はい、根性で頑張りましょう。実力は引けを取りません。2番人気は12番。もっと角度にこだわりたいところ。古代の哲学者は言った。あれがこれ。古代の哲学者は言った。あっちにもこっちにも。
根性で頑張りましょう。萌えパワーフルマックス。注目の一番人気16番アグネス。ありがたき幸せ。ここは負けられない一番人気10番アグネスです。ありがたき幸せ。
な状態。古代の哲学者は言った。一緒に頑張ろう。状態じゃ馬娘ちゃんたちに申し訳ない。この日を待ちわびていました。勝ちは十分に狙える3番人気、17番アグネス。ありがたき幸せ。
示せお前の力。古代の哲学者は萌えパワーフルマックス、みなぎってまいりました。喜んで。ペンライトは託しました。私の分まで。状態じゃ、ウマ娘ちゃんたちにも…この日を待ちわびていました。さあさあ、全力でウマ娘ちゃんを感じに行きますよ。注目の2番人気16番。ありがたき幸せ。喜んで。この日を待ちわびていました。さあさあ、全力でウマ娘ちゃんを狩り。
注目の1番人気、2番アグネスデジタ。これ以上ない仕上がり。示せ、お前の力。この日を待ちわびています。ウィニングライブ用のうちわと。勝ちは十分に狙える3番人気、14番アグネスデジタ。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。上空には灰色の空が広がる阪神レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。さあ、1番人気の紹介です。待機シャトル。続く2番人気はバンブーメモリー。天皇賞馬娘アグネスデジタル、現在3番人気。実力は間違いなく上位です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。待機シャトル、落ち着かない様子。期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル、ミホノブルボン、快調に飛ばして行きます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、外を回ります。待機シャトル。4番手には琵琶早秀、少し離れて13番、それを見るように11番、エルコントルバッサー続いている。さらに内1番、外ハッピーミーク、外にはアグネスデジタル、1馬身離れて17番、差がなく4番、外目をついてバンブーメモリー、18番、続いている。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ転戦し合っているのか、互いに探り合いのままレースは進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。ここで上がってきたぞ。さあ、これから坂、ニガーの舞台はこれから坂がある。アグネスデジタル並びかけてきた。アグネスデジタル完璧
て抜け出した。200億分か。これは強い。アグネスデジタル、足は衰えない。アグネスデジタル、リードは5馬身。アグネスデジタル、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。アグネスデジタル、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着バンブーメモリー、3着に入ったのは待機シャトル。ありがたき幸せ。あなたこそが、ウマ娘ちゃん。